どうも、トロです。前回の動画でベルサス13の情報をまとめさせていただきましたが、今回はベルサス13の情報をもとにベルムレックスやキングダムハーツのいくつかの謎について考察していきます。前回の動画で説明させていただいたところに関しては端折っておりますので、気になる方は前回の動画もチェックしてみてください。夜空を見て真っ先にノクティスを思い浮かべた方も多いと思いますが、夜空の元ネタはノクティスで間違いないかなと思います。理由は、こんな感じですね。ノクティスの名前を直訳すると夜空になる。夜空は左目が青、右目が赤色のオットアイ、対してノクティスは通常時は青、覚醒時は両目が赤色、黒を基調とした服装、立てた襟元、両手にグローブをつけている。それをね、踏まえた上でノクティスの設定を振り返ってみましょう。ノクティスは過去に死にかけたことをきっかけに死神から人の死を予見する目を授かっています。この人の死を予見とは未来を見るとも言い換えることができます。つまりこの設定を夜空が受け継いでいる場合、夜空は未来を見る目を持っていることになり、同時に次のような可能性が考えられます。マスター・オブ・マスターから未来を見る目を授かった、マスター・オブ・マスターの心を宿しているなど、夜空の正体がマスター・オブ・マスターの可能性も考えられますが、終わりの世界にいるネームレススターが待っている彼が夜空だとすると、今現在夜空は姿を奪われており、別の心を宿していることになるため、その可能性は低いと思われます。またネームレススターや夜空が姿を奪われたと考えると、彼らはベルムレックスのゲームの住人というわけではなくて、彼らをモデルにしたゲームがベルムレックスという可能性も、出てきます。その他にノクティスの名前にはルクスやカエルムを意味する単語が含まれており、このことからも夜空はユニオンクロスの時代、予知者やマスター・オブ・マスターと関係があるのかもしれません。夜空に関しては空や陸に似ていたりと、いろいろな可能性が考えられるため、どこかのタイミングで、夜空単体の考察動画も、考えております。ネームレススターの正体についてもいろいろと考察されていますが、ネームレススターの正体イコール、ベルムレックスの少女の可能性が一番高いと思います。2人の間に接点はありませんが、ここでベルサス13の消えたヒロインであるステラと、照らし合わせてみます。まずネームレススターとステラの共通点はこんな感じです。ネームレススターの声優さんは清水梨沙さんであり、ステラも、清水梨沙さんであると、言われています。ネームレススターの発言から、ステラの性格であるおしとやかさや物怖じしない諦めない性格が、にじみ出ています。ネームレススターとステラの一部セリフが似通っている。次にベルムレックスの少女とステラの共通点を見ていきましょう。瞳の色がお互い紫色である、白を基調とした衣装である、ステラは星型のイヤリング、ベルムレックスの少女は星型のネックレスをしている。以上のことから、ステラという人物を軸にネームレススターとベルムレックスの少女が同一人物であると言えるでしょう。つまりベルムレックスの少女はどこかのタイミングで人にその名と姿を奪われてしまい、その心がネームレススターとして終わりの世界に残留して夜空を待ち続けていることになります。ステラの設定はノクティスと対をなすヒロインであり、トレーラーでは互いに武器を構えて対峙するシーンがありましたが、ベルムレックスの少女と夜空の2人からは空と帰りのような強い絆が、感じられますね。ベルサス13では死がテーマの一つとして取り上げられており、死神から力を授かったり、最後は死後の世界が舞台とも言われていました。
死の概念はないと語られ、死とは無縁とも思われるキングダムハーツですが、キングダムハーツ3では死という概念が物語中に登場します。それは終わりの世界です。死の一歩手前の人がたどり着く場所であると野村氏は語っています。しかしチリシーの発言から、死を迎えた者全員が訪れるわけではなく、普通に最後を迎える、消滅した場合はこの世界にたどり着かないそうです。それでは普通に消滅した人たちはどこにたどり着くのでしょうか。おそらく本当の終わりである死後の世界でしょう。リマインドのファイナルトレーラーで、夜空と空が対峙をしていた終わりの世界に似た星空の空間が登場していましたが、よく見ると上空には月が顔を出しており、月は死の象徴と言われています。なのでもしかしたらこの空間が死後の世界なのかもしれません。空は目覚めの力の誤った使い方で世界を飛び回ったり、仲間を生き返らせたり、結果として時間を巻き戻したため、その代償は計り知れないほど大きく、世界から消滅することになり、結果死後の世界へとたどり着くのではないでしょうか。またシークレットムービーでは渋谷にたどり着いていましたが、空が死んだ存在になったということは、死神のゲームにも参加することが可能ということになります。ルクソードから受け取ったジョーカーは死者蘇生のカードなのかもしれませんね。ベルサス13の世界設定の根幹にあるファブラノバクリスタリスの神話にも少しだけ触れておきます。まずこの神話を極めて簡潔にまとめると、世界を滑る神は世界が滅びる運命にあることを憂いていた。滅びの運命を回避するため、世界を滑る神は3つの神を生み出し、うち2つの神に使命を与えた。世界は可視世界と不可視世界に分かれており、互いの均衡が崩れることが世界の崩壊につながる。使命を与えられなかった神が不可視世界のエネルギーを可視世界の人間に心という形で与えることで、世界の均衡はかろうじて保たれていた。世界を滑る神は時が来るまで眠り続けていると、大体こんな感じです。この話を聞いて、この世界を滑る神からキングダムハーツの登場人物の誰かを思い浮かびませんか？そう、マスターオブマスターですね。神話の中で世界を滑る神は、世界が滅びる運命の原因は不可視世界に消えた自身の母のせいであると考え、不可視世界の入り口を探して母を撃とうとしていました。これをマスターオブマスターに置き換えて考えた場合、彼の目的は世界が滅びる運命の元凶である闇、もしくは大いなる光キングダムハーツを完全に消し去ることで、長きにわたる光と闇の戦いに終止符を打とうとしているのかもしれません。マスターオブマスターは目的のためにキーブレード戦争を起こさせて、一度世界を消滅させました。本人的には善だと思っていることですが、他者は悪と捉えるでしょう。ベルサス13のトレーラーでは、物事には本来善悪はない、ただ我々の考え方で善と悪に分かれるというフレーズが用いられていましたが、もしかしたら今後のキングダムハーツでは善と悪、はたまた善と善という、人や物事の本質的なことが描かれていくのかもしれません。いかがでしたでしょうか。ちなみにキングダムハーツ3のシークレットムービーでは、ベルサスやフィフティーンのイメージソングソムヌスに似た BGM が流れますが、作曲者の下村さん曰くギリギリを狙ったようです。このことからも、やはりベルムレックスやキングダムハーツの謎を紐解くヒントがベルサス13に隠されているのではないでしょうか。わかんねえけど。